レジの青木です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。これからご紹介する商品は2月11日夜21時にアップされる商品です。最終金額状態等のお問い合わせはベルベルジーウェブストアの方にお願いいたします。詳しくはその概要欄の方をチェックお願いします。はじめに T シャツからいきます。フルーツですね。フルーツオブザルームの T シャツで V ネックのデッドストックですね。しっかり、ここバインダーネックになってます。でシングルシングルデッドなので状態はもう間違いなしですね。まあ夏とか、今の時期でもインナーで T シャツこれの上に T シャツ1枚着るとかもいけるんじゃないでしょうか。状態は最高です。こちらの方でお値段が5800円に消費税です。続いて、いいタグついてます。ヘインズの AT のヘインズですね。ラージ表記で ボディは50/50ですが、アート T シャツですね。はい、ザ・アカデミー・オブ・アート・カレッジ、アート学校の、T シャツになるかなと思います。バックは無地で少しこのフェードした雰囲気もいいかなと思います。表記もラージなので僕でちょっとゆったりぐらいに着れます。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いてアンダーシアタグですね。はい、サイズ表記 XL で、フランクロイドライトの、T シャツになります。基本的にフルーツが多いですけどアンダーシアのタグ、珍しいんじゃないでしょうか。これウェブに何回か出てると思うんですけれども、毎回売れてますね。はい、人気があるんでしょうか。でバックは無地です。で状態もデッドストックで、デザイン的にも本当珍しいと思います。帝国ホテルでしたっけ確かのデザインですね。 XL で、縮みないので結構大きいですが洗って洗濯機とか、乾燥機とか、かけてもいいかもしれないです。こちらの方でお値段1万5800円に消費税です。続いて、タグ欠損ですが、トイストーリー2ですねの、T シャツになります。でバックは、無地ですね。はい、リトルグリーンメンのプリントで可愛いプリントかなと思います。袖裾はダブルですが年代的にもサイズは表記あるとしたらラージか XL ぐらいあると思います。ゆったり着れます。こちらの方でお値段1万9800円に消費税です。続きまして、ヘインズの2枚タグラージ表記ですね。おそらくこう書いた、人を書いたと思うんですけどおそらくデカプリオだと思います。まあ、ちょっと若干フォトと違うのでなんかデカプリオなのかなっていう部分はありますがデカプリオですね。でバックは無地です。もうシンプルにデカプリオ顔ズドン、年代も97年のコピーライト入ってて大きめで着れると思います。こちらの方でお値段1万5800円に消費税です。続いてこちらのタグですね。ラージ表記になります。黒ボディでちょっと焦ってはいますが、ミッキーのプリントすごくシンプルです。もうミッキー以外何もないみたいな逆に今すごくかっこいいんじゃないかなと思います。もうさらっと1枚着てるだけみたいなおすすめですね。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いて、先ほどと同じタグでラージ表記で白ボディに、星の前に、まあ、グーフィーですね。ミッキー、ドナルドシリーズ確かありますね。ドナルドは実物見たことないですけどミッキーは見たことあります。でバックは無地ですね。こちらもシンプルなプリントで若干脇締みが、両方あるっていう感じですね。それ以外は特に、コンディション的には問題ないかなと思います。サイズもラージで、いいサイズ感です。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いて、タグがこちらですね。 USSA 表記の 100% コットンでミディアム、サイズです。右胸にポケティの左にシカゴポリスですね。バックは無地です。もうすごいシンプルですけれどもなんかポリスいい響きです。表記ミディアムなので僕だとだいぶジャストサイズになるかなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いてチャンピオンですね。タグがこちらになります。ラージ表記の USSA でツートーンの、T シャツ地のパーカーですね。でフードは裏地がグレーになっているので、まあ、実質3トーンですね。でバックはこういった感じです。これ何パターンか色の種類があるので集めてみても面白いんじゃないかなと思います。サイズもラージで、
ゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いて、バータグの XL 表記 100% コットンで MIT バーガンディボディに、白とグレーのラバープリントです。少しだけペンキっぽい汚れですかね。これブリーチが1点ポツン飛んでたりはしますが、全体的にすごくコンディションいいと思います。サイズもしっかり大きいので、全然ゆったり着れるいいサイズ感です。タグが何と言ってもいいですね。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いてメタリカですね、タグは欠損してます。メタリカのプリント T シャツ、ボディは50/50ですね。でバックにもドカンと入っております。かっこいいですね。サイズ表記があるとすればラージぐらいかなと思います。50/50ボディで結構テロテロにはなってはいるんですけれども、このなんて言えばいいんですかね、霜降りみたいに感じに、コットンが抜けて霜降りっぽくなってる雰囲気がもう最高にいいかなと思います。こちらの方で2万5800円に消費税です。続いてモーターサイクル系ですね、タグは欠損してます、こちら、サイコサイクルズインクですね。でバックにもプリント入ってます。はい、のモーターサイクル系で結構活かしたやっちゃってるプリント系だと思います。はい、で脇の方に若干リペアがありますが、まあ、さほど目立たないかなと思います。ボディも全体的にフェードしてて雰囲気は抜群ですね。はい、バックもかっこいいです。バイカーの方に乗っていた、着ていただきたい T シャツです。サイズ表記あるとすれば M かラージぐらいですね。こちらの方でお値段が3万9800円に消費税です。続いて、タグは欠損です。こちらジミー・ヘンドリックスの T シャツになります。ボディ、画面で見ていただけわかるかどうかわかんないんですけど、こうちょっとこう折りが入ってるんですよね。こうボディ自体珍しいと思います。で地味編のこのフォトもすごくかっこいいですね。はい、バックは、無地です。この真ん中のボディの部分だけ折りが入ってます。サイズ表記あるとすればミディアムぐらいですね。これはもうジャストでフレアパンツ履いてもかっこいいと思います。こちらの方でお値段が1万5800円に消費税です。続いてジャイアントタグの、ラージ表記、エアロスミスとソレヤマはじめの、一番エアロスミスの中でも、人気のあるプリントの T シャツなのかなと思います。バックもしっかり入ってますね。全体的にフェードはしていますが、ダメージっていうダメージは特に見られないかなと思います。雰囲気抜群ですね。ジャイアントのラージで僕でゆったり着れます。すごくいいサイズです。お好きな方はぜひ。こちらの方でお値段が2万9800円に消費税です。続いて、オールスポーツですね、 XL 表記 100% コットンで、ニルバーナ、カートが描いた、デザインのやつですね。で97年コピーライト入ってます。コンディションも全体的にすごくいいと思います。袖もシングルで裾もシングルです。はい、でサイズも XL あるのでだいぶゆったり着れます。パーカーの上にも着れるサイズなんじゃないでしょうか。人気のデザインですね。こちらの方でお値段が2万9800円に消費税です。続いてシャツですね、ラルフローレン、サイズ表記ミディアムの 100% リネンです。ピンクのリネンでポニーも特に入ってないですね。はい、バックはこういった感じです。淡いピンクが可愛いと思います。これから、春先にすごく使えるアイテムなんじゃないでしょうか。女性の方もメンズもいけるデザインですね。ミディアムなので、大きすぎずちょうどよく着れるサイズ感です。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続きまして、ブルックスブラザーズのボタンダウンシャツですね。15ハーフの USSA。ボタンは、7個です。全体的に本当コンディションもいいですね。ちょっと薄く色移りがあるぐらいですが、穴とかそういったダメージは特に見られないです。でシンプルにすごく使えるアイテム、いろんなパターンで合わせられるアイテムなんじゃないでしょうか。15ハーフでサイズも、ちょっとゆったりめに着れるいいサイズ感です。
こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてギャップですね。オールドギャップ、こちらのタグでサイズ表記ミディアムの、白ボディに、青のドットですね。ちょっと色移りしちゃってる部分があるんですけれども、おそらく落ちるんじゃないかなと思います。全体的に色移りしちゃってるんですけれども、コンディションは本当にいいです。サイズ表記ミディアムで僕でゆったり着れるいいサイズ感ですね。買ってアメリカで洗った時に、これついてなかったので、おそらくこのアメリカから日本に移送中に色移っちゃったのかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてアーミーシャツですね。サイズ表記は、取れてますが、いいですね。60年代で肩もダブルステッチですし、ワッペンもしっかり残ってます。コンディション的には少しこういった感じで引っかかったような跡とかポツポツとありますが、さほどダメージっていうダメージは見られないですね。全体的にコンディションはいいのかなと思います。多少の薄汚れ等はありますね。サイズ表記あるとすれば、こちらでもこちらも15ハーフぐらいかなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いてラルフのラガーシャツです。サイズ表記がラージですね。綿100で緑とパープルのラガーシャツ、この配色かなり珍しいと思います。バックはこういった感じですね。しっかり、肘の当て布もついています。サイズ表記がラージなのでゆったり着れるんじゃないでしょうか。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続きまして、コディアックですね。タグがこちらになります。60年代でミディアム表記、アーガイル薄ピンクと、グレーですかねのアーガイル柄で、レースアップじゃないタイプなので、レースアップが欠損していることもないと思います。状態は本当にかなりいいですね。まだフリースもふかふかしてます。はい、ミディアム表記なので僕着たら多分だいぶパツパツのサイズ感になるかなとは思います。僕より小柄な方や、女性の方にもおすすめですね。こちらのコディアックでお値段が3万9800円に消費税です。続いてタグがこちらですね。ナットナスト、はい、サイズ表記の方はちょっと書いてませんが、おそらく XL ぐらいあるサイズ感かなと思います。ネイビーの、レイオンシャツで、胸にチェーンステッチで、バックにもチェーンステッチ入ってます。3段で入ってますね。はい、コンディションは全体的にすごくいいんですが、ちょっと若干こうペンキ飛びがあったりとからへんはあります。ダメージっていうダメージは特にないですね。サイズも大きめなのでゆったり着てもかっこいいと思います。パーカーも下に挟めそうです。こちらの方でお値段1万9800円に消費税です。続きましてコーチのレザーバッグですね。カラーが赤ですね。朱色に近いですかね。で、しっかりコーチの印字も入ってます。全体的にまあちょっとこう擦れ等はありますが、レザーのオイルとかで塗っていただいてっていう感じですね。ただそこまで、シミ汚れとかは、目立つものはないですね。サイズもこんぐらいのサイズなので、ちょっとこう差し色に使ってもいいのかもしれないです。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続いて、ジャックパーセルですね。女性のサイズです。サイズ表記がここですね。5ですね。5になります。でこちら状態としては多少の擦れありですね。まあでもほとんどデッドに近いような、ほとんど使ってないと思います。全然まだまだ履けるコンディションで、かかとも硬くなってないです。多少薄汚れ等はありますが、はい、全然履けるコンディションかなと思います。こちらの、ジャックパーセルでお値段が1万5800円に消費税です。続きましてスウェットいきます。こちらチャンピオンのトリコタグラージ表記です。はい、でこちら、ボディがおそらくポリ入っていて、ちょっとこうまだら模様に、経年変化してると言いますか、結構珍しい風にはなってますね。ちょっとこうごま塩じゃないですけど、なんかまだら模様になってます。
でバックも同じような感じになっていて、フロントには胸ワンポイントですね。フィルムトランジット、かなり珍しいんじゃないでしょうか。一応形がリバースタイプになってるんですよね。はい、外の、脇のハギの部分がリバースタイプになっていて、生地感はリバースよりは薄いです。サイズもラージですごくいいサイズ感ですね。ここら辺の変わったチンピオン、持っていてもいいんじゃないでしょうか。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続いて、カシミヤのカーディガンで、カシミヤのセーターですね。 100% カシミヤでメイドインチャイナですね。サイズ表記がラージ、全体的に、そこまで使用感はないと思います。ちょっと1点ポツッと小穴はありますが、リペアしていただければなと思います。前回、YouTube で紹介させていただいたカシミヤ、売れてましたね全部。サイズもラージでだいぶゆったり着れる、すごくいいサイズ感です。こちらの方でお値段が、7800円に消費税です。続いてリバースウィーブです。刺繍のラージ表記、黒ボディですね。黒ボディのスクリプト、緑と赤のスクリプトですね。はい、こちらも全体的にコンディションはすごくいいかなと思います。ラージ表記で僕でちょっとゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が15800円に消費税です。続いてもリバースですね。トリコのラージ表記になります。でこちら全体的にボロのいい雰囲気出てます。首元ふさっていて、プリントも染み込みです。ナイス染み込みですね。で袖の方もこういった感じでダメージきてます。バックは無地です。特にでかい汚れとかそういうのは、見当たらないですね。でラージ表記でゆったり着れます。こちらの方でお値段15800円に消費税です。続いても同じく染み込みです。刺繍タグの XL、 こちらも先ほど同様ダメージ系雰囲気系ですね。でプリントも染み込み、黒と赤の染み込みですね。こちらも袖口はちょっとパンクしてます。でバックはこういった感じですね。無地です。裏もこちらも特にダメージ大きい汚れとかは見当たらないです。サイズも XL でゆったり着れます。こちらの方でお値段12800円に消費税です。続いて刺繍タグのラージ容器、こちらエンジボディですね。エンジボディの目なしになります。目なしで、かなりフェードしていて雰囲気は抜群ですね。このフェードしてるのにそこまで特にダメージがないっていうコンディションも、いいポイントなのかなと思います。サイズもラージ表記なので、ほとんどの方がゆったり着れるんじゃないでしょうか。僕でもゆったり着れます。すごくいいリバースです。こちらの方でお値段が39800円に消費税です。続きましてジャケットいきます。こちらアディダスですね。こちらのタグがつきます。サイズがラージですね。 USA だとラージ表記になります。カラーがもう完全にアルゼンチン代表カラーですね。でバックはこういった感じです。はい、まあ、メッシやマラドーナ、ディマリアやアグエロいますけど、お好きな方はぜひゆったり着れます。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いて、リーバイス、AT のラージ表記で、こちらロング丈ですね。ロング丈、ボアのロング、最近なかなか数出てこないかなと思います。でバックはこういった感じで、色残りも、まだある方かなと思います。サイズもラージなのでゆったり着れますね。やっぱロング丈の方が圧倒的に着やすいです。こちらの方でお値段が17800円に消費税です。続いていかついの来ました。黒のベッチンですねの、スーベニアジャケット、全体的にこういった感じでポケットの部分リペア入っていたり、ちょっとね、コンディション的にはダメージがあったりするところがちらほらあったりはするんですけれども、柄はむちゃくちゃにいいですね。はい、でバックも最高です。で内側はタイガーですね。はい、こういった感じです。こういったところにちょっとリペアが入っていたり薄汚れはあったりします。
ですが、まあ、雰囲気、この雰囲気お好きな方には、だいぶおすすめですし、やプライスもその分、抑えめに、しております。でサイズがおそらくラージぐらいですかね。僕でちょうどよくかちょっとゆったりぐらいで着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が 49,800円に消費税です。続いて70505ビッグイですね、パッチは欠損してしまってます。で状態は首ちょっとパンクしていたりと、袖口もちょっと腐っていたりとかはします。ですが全体的に色すごくいいんじゃないでしょうか。タブも、残ってます。あとは胸のこのニコちゃんマークの、ワッペンが可愛いですね。バッグはこういった感じです。あとサイズがかなり大きいかなと思います。おそらく44とかあるんじゃないでしょうか。僕でだいぶゆったり着れます。こちらの方でお値段が 25,800円に消費税です。続いて、こちらも70505ビッグイですね、パッチ残ってます。でもちろんビッグイですね。全体的にすごく色濃いんですけれども、袖の部分や、肩の部分ですね、あとは後ろは濃いって感じで、ちょっと大きいリペアがあるかなっていうところがあります。ここら辺ですね。ですがこの色の濃さでサイズも実寸で44あるのはなかなか出てこないんじゃないかなと思います。はい。で、こちらの方がお値段の方が 39,800円に消費税です。続きましてこちら B15D モディファイドですね、タグは欠損しちゃってます。エアフォースの、入ってますね。プリント入ってて肩の方にも入ってます。ジッパーはちょっと見づらいですね。コンマーですね。ジッパーコンマーです。はい。全体的にちょっとリブの首のリブの部分に、ダメージはあったりします。はい。袖の部分とかには、まあ、多少あったりはしますね。はい。全体的にボディ自体には特にダメージとかもないです。多少の焼けとかはありますが、全然まだまだ着れるコンディションです。でサイズ表記あるとすれば38、36、38とかそんぐらいなサイズ感かなと思います。ミディアムぐらいですね。はい。こちらの方でお値段が 79,800円に消費税です。続きましてパンツいきます。こちらコンタグ AT のナイキのスウェットパンツですね。サイズ表記ラージです。ナイキのロゴ刺繍で入っていて、サイドに、ラインが両方とも入ってますね。全体的にすごくいいコンディションで、ケツポケ付きで、裾は紐で縛れるようになってます。サイズがラージで、もう僕でゆったり履けるすごくいいサイズ感なのかなと思います。最近流行ってるので、ぜひこちらの方でお値段が 6,800円に消費税です。続いて、60年代頃ですかねの、ワークパンツのデッドストックになります。タグこちらですね。3032表記のジッパーがちょっと見えないですね。すいません。で3032表記のデッドストックもバキバキコンディションです。はい。僕でジャストサイズぐらいですね。裾ちょっと長いので、長いっていう方は切っちゃってもいいかもしれないです。こちらの方でお値段が 12,800円に消費税です。いい緑だと思います。続いて、505ですねのシングルステッチになります。全体的に色落ちていて薄くですがヒゲも出てます。クラッシュの雰囲気も最高ですね。縦落ちも綺麗に出てます。レングスは、オリジナルです。ジッパーは42タロンですね。トップボタン裏が5番、裏面、パッチもしっかり残ってます。3531表記で、もちろんシングルのスモール E です。裏も、綺麗な色落ちしてるんじゃないでしょうか。こちら実寸の方で、3532になります。僕ちょっと大きめのサイズですけども、ここら辺サイズ入る方いるんじゃないでしょうか。すごくいい雰囲気のクラッシュです。こちらの方でお値段が 29,800円に消費税です。続きまして、501XX ですねの
レザーパッチ、色は、全体的に、色縦落ちすごい綺麗に出てます。レングスもオリジナルですね。少しこの右ももの部分、焼けがあります。バックはこういった感じですね。レザーパッチもしっかり残ってます。で、タブも残ってますね。はい、後ろはこういった感じです。股の部分もそこまで擦れもなくまだまだ履けるコンディションです。全体的にもパッと目通して、特にリペアがないっていう、パッと見リペアないのですごく、いいんじゃないでしょうか。ノンリペアですね。で、実寸が3028、僕でジャストサイズです。はい、こちらの方でお値段が35万8000円に消費税です。ちょっとショートだけのレングスで履いてもいいと思います。今週の金土日アンドベルベルジンの方で、ポップアップさせていただきますので、そちらの方ぜひインスタの方チェックしてみてください。よろしくお願いします。